娘を連れてくる場所は島の教会にある大鐘楼の上。そこに娘を連れてきた時点で君たちの任務は終了する。私これからどうなるの？あんたたちのようなギャングにいきなり拉致されて、命を狙われて、会ったこともない愛情なんかない父親のところに連れて行かれる。ボスはただ君の無事を心配してるだけだ。別に不安とかそんなんじゃないわよ。私父親のこと好きになれるのかしら。そんなことを心配する親子はいない。着くぞ。登場だ。まさか、まさかボスは自分の正体を完全に消し去るために俺たちに護衛の任務をさせたのは、自分の娘を確実に自らの手で始末するためなのか！吐き気を催す邪悪とは、何も知らぬ無知なる者を利用することだ。自分の利益だけのために利用することだ。父親が何も知らぬ娘をてめえだけの都合で！あんたは今再び俺の心を裏切った！あんたを始末する、今！どういうつもりなのだ。私は今回のお前の仕事ぶりに尊敬の念を抱いていたが、幹部になったのが嬉しくって欲が出たのか、それとも自分の実力を過大に評価し私を追い越せるとうぬぼれたのか。トリッシュが目を覚ましたら、父親など最初からいなかったと伝えておこう。トリッシュだと？トリッシュが何だというのだ。娘のことはお前には何の関係もない。貴様に俺の心は永遠に分かるまい。みんなトリッシュを追い、そしてボスはトリッシュを始末しようとしていた。理解しているもの。私はどうしても知りたい。自分が何者から生まれたのかを。私は自分だけのためにサルディニアに向かってる。自分だけの身の安全のために。でもジョルノたちは違う。自分の未来や安全よりも正しいと信じることのために行動している。あれはジョルノのブローチ。あ、ジョルノはまだ再起不能ではない。あの左手を守りきればナランチャとミスタの負傷も治せる。でもダメよ。そんな賭け私にはできっこない。とてつもなく危険なことだわ。やっぱりクローゼットに隠れるのよ。私ったら自分で何をやってるか分かっているの？誰？私はあなたです。そのブローチを拾ってください。トリッシュ、守りきればジョルノたちみんなの未来は開かれる。あなた自身の未来も。守るって一体これがあなたの能力。座席シート柔らかくしました。ブローチを拾った、その迷いを吹っ切った固い決意です。あなたは強くなっている。精神的にも人間的にも強くなっている。そしてあなたはこの世のあらゆる物質を柔らかくすることができる。柔らかいということはダイヤモンドよりも壊れない。